今回はコイルの紹介です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。どうも、動画の方をご覧いただきありがとうございます。ジャパンベイプ TV のゆうです。さあ、今回はですね、レビューというかこんな商品があったよっていう紹介なんですけれども、ちょっと何個かいただいたんですが、こちらです。ギークベイプから、リリースされてます、まあ、コンプリートコイル、まあもう既製品のコイルですね。今回ヒューズドクラプトン 2-in-1 っていう風に書いてあるので、これちょっと手元でどんな感じのコイルなのか解説をしたいと思います。こちら今回ヘブンギフツの方より提供いただきました。ありがとうございます。なんかギークベイプって言えば、だいたいアトマイザーメーカーなんじゃないのって、まあ、思う人は大半なんですけど、実はですね、あの、アトマイザー出してるメーカーって、だいたい自分ところでオリジナルのワイヤーだったりとか、まあ、プリメイドでもコンプリートされてるコイルを売ってたりとかっていうのがあるので、まあ、今回はそんなアトマイザーメーカーのギークベイプからね、リリースされたコイル、早速手元で見てみましょう。どうぞ。はい、というわけで、今回届きました。こちらのコイル類を、ちょっと手元で写していこうと思います。で、まずこれですね、フレームドステープルコイル 2-in-1 26ん、なんだ、フレームドは34ゲージ ×5 プラス32ゲージプラス26ゲージのカンタル A1 と32ゲージニクローム80、いやごめん、意味がわからない、どういうこと。まあとりあえずちょっと開けてみ、いやー、これ使います、こんなの。まあ一応ジグついてるけど、専用のジグはなんかもうチェーンみたいな感じになってますね。すげえなこれ、何これ。いや、こんなの使わないから、ほとんどあのインスタグラムとかで見るぐらいですよ、こんなコイル。まあミストの出方とかよくなるんでしょうけど。で、この付属のジグ自体のな、直径が1、2、3、約3ミリかな、約3ミリぐらい、まあ、実質 2.8 とかそれぐらいなんでしょうけど、まあジグついてるから組みやすいっちゃ組みやすいんでしょうけど、でもこれあの普通のワイヤーみたいにこう安易に変形ができないんで、組めるデッキが限られちゃいますからね。はい、続いてフューズドクラプトンコイル 2-in-1。 フューズドクラプトンはこれどっち、24ゲージ ×2 なんで、パラレルのカンタルと、32ゲージのニクロム 0.25 内径 3mm 6ラップで、下もう一つの方が3本パラレルの36ゲージニクロム。ほう、うわ細かっ、何これ。ヒューズドってこんななの。なんかまじまじと見るけど、あ、つるっとしててすごい綺麗なんですけど、いやーこれでも相当だってパワーいるでしょ、使おうと思ったら。ほんと 100W クラスじゃないときついんじゃないかな。あー確かに違いますね。うん、なんか表面に巻いてあるゲージ全然違うんで、まあこれもやっぱりでも組めるデッキ限られてきますよね。まあそんな感じであの解説してきたんですけど、これ同じものが2つずつね入ってたんで、実質まあコイルの種類だけで言えば4種類でした。はい、というわけで紹介してきましたけど、あのまあ使える人限られてますね、これはね。でしかも挟めるデッキもここまで幅広いとなかなかね、選択肢が少ないというか、それこそもうフラットでバチンって挟み込むか、思いっきりもう大きく面積が取られてて、ずぶといワイヤーまでぶち込める RDA かしかちょっと使えないんで、万人受けするものじゃないかなと。で実際これ安易にまあ平べったくなってるってことは、それだけ変形難しいので、本当もうなんだろう、ビルドの腕というか、なんというかね。で組み合わせるモッドも当然こんだけ、まあ、立ち上がり遅くなりそうなコイルで組まれてると、それなりにハイパワーいりますし。でね、最近ちょっとね、カナダ人の、トリッカーをちょっと実店舗さんで話す機会があったので喋ったんですよ。でビルド見せてもらったらね、 0.15 オームとかなんかもうえらいとこまで行っちゃってるんですけどね。
で、そういう人たちも使ってるワイヤーとか見ると、やっぱエイリアンクラプトンだ、じゃあエイリアンワイヤーか、エイリアンワイヤーだったりとかっていうパターンが多いんですけど、ただやっぱりこれってね、まあ電池とかの安全性とかを考えるととてもじゃないけど推奨できないですし、で今回送ってもらったまさにこのフューズドクラプトンとかこの辺をまあそのトリッカーさん使ってたんですけど、これはちょっとね、じゃあこれ使っていいですよって僕は言えないですよね。やっぱほら、あの抵抗値だいたいざっくり 0.3 って言ってますけど、使おうと思えば 0.3 切っても使えるのは使えるんですよ。ただもうそうなってきちゃうと、例えばメカチューブで使ってた時、もう制御も何もないメカニカルでプッてこう押した時にどうしてもやっぱり熱を持ってくる、で放電した時間とかもあんまり長く吸ってるともうバッテリーに思いっきり負荷がかかるんで、まあその辺のリスクがはらんでるってこう、もう本当にちゃんと自分でリスク回避ができてね、自己管理ができる人じゃないとこんな抵抗値なんてさすがに推奨できないんで。でね、しかもこれ高照値で 0.25 オームとか大体こう書いてありますけど、実際問題はこれ焼き入れをしたら変わりますしね。で焼き入れしたりとか、まあその例えばビルドが下手くそでモッドのキャップ、モッドじゃない、あの RDA のキャップ側に当たっちゃってショートしちゃったりとか、まあそういうそのビルドの難易度が上がるとそういうリスキーなことも出てくるんで、まあまあまあ使う人にとっては便利なんだろうけどね、ちょっとおいそれとこう前になんかメカニカル始めましたとか、まだビルド慣れてないですっていうような人に勧めるべきものではないのかなと思います。ただこれ使いこなすとめちゃくちゃ味が出るんでね、まあその辺はいいんじゃないかなと思いますが、なので今回ちょっとすいません、あのデッキに組んだりとかしないです。単純に本当に商品紹介だけになってしまいますけどね。はい、というわけで今回はギークベイプからリリースされている、フューズドクラプトンコイルと、あとフレームドステープルコイルのこの2つの紹介でした。今回商品提供いただいたヘブンギフスのホームページ下に貼っときますね。またよかったら見てみてください。こちらからメルマガ登録していただけるのと、あとよかったらこちらからチャンネル登録の方をお願いします。そしてこの動画が良かったなと思ったらぜひグッドボタン &SNS 等でシェアをしていただけると幸いです。それでは今後ともジャパンベイプ TV よろしくお願いいたします。